この簡単なガイドではスプリットトークンとのトランザクションの方法をご紹介します。注意、トランザクションを受け取るためにはスマートコインがウォレットの残高に必要です。ウォレットを開きます。ホーム画面でスプリットを見つけ、それをタップしてください。トークンを送信する場合はセンドボタンをタップしてください。トークンを送信するウォレットのアドレスとトランザクションの金額を指定し、操作を確認してください。トランザクションが成功したことを示すメッセージの画面が表示されます。スプリットトークンを受け取る場合はレシーブボタンをタップしてください。表示される画面にはコピーできるウォレットのアドレスと QR コードのアドレスが表示されます。それらをコピーするにはそれらをタップするだけです。また受け取るトークンの量を指定し、トランザクションを受け取る相手に QR コードを送信することもできます。相手が QR コードをスキャンすると申請金額が即座に表示されます。また1000個の中の1個でものスプリットトークンの出金トランザクションを行うと、全てのトークンの年齢がリセットされることにご注意ください。ご質問がある場合はサポートにお問い合わせください。お手伝いいたします。ご成功を祈ります。